があるからね。もうやばい。やばい。これもまだ。皆さんこんにちは。ウィナーズ監督の那須大輔です。インフルエンサーが集まって出来上がったチームウィナーズ。この番組は僕たちの活動を記録した成長物語です。今回は新生ウィナーズが全員集合して初練習の回です。監督としても初指揮をさせていただくんですが、インフルエンサーのみんながどれだけやれるか本当に未知数でした。実際に練習を覗いたところ、本人たちの本気度が伺えました。ガツガツしたプレーもたくさん出てきますので、この映像を通して皆さんがよりいろいろなものを感じていただければと思います。それでは第2話、ご覧ください。メンバー集めてきました。やるんだったら本当に勝ちたい。はい。それがどこが相手でも。那須さんに監督になっていただきたいです。お願いします。お願いします。お願いします。みんなの思いは分かったので、ぜひよろしくお願いします。那須監督の練習受けさせてください。もちろんです。お願いしま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 す。はい、集合。集合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 。よし。よし。新生ウィナーズでこれから練習していきます。で、まずこのチームの目標っていうのはぶれないように、まずみんな意識してほしいのは、このチームは何のためにできたかっていうのは、勝つためです。試合で勝つためで、試合に勝つために練習します。限られたこの時間での練習しかないので、この1回の練習をどれだけ集中してやるか、本当に無駄にしないでほしいです。で、正直まだチーム力で言ったらもう本当底辺もいいと、まあ意図としてやるのはまずチーム力を上げたい。みんなでどうやって声を出し合ったりとか、そのチームとしてまとまりを作りたい。それがまず一つで、もう一つは強度を上げる。練習の強度を上げるから結構激しくいくのもあるし、そこ行かないと正直1対1の部分、デュエルの部分で勝たないといけないので、その強度を上げた練習をします。なので本当に結構きついです。皆さんいろいろな経歴ありますけど、正直経歴なんて関係ない。サッカーは全く関係ない。勝つためにはもうチームのために、誰かのために精一杯、誰かが抜かれたら精一杯をかけて代わりに行ってあげるとか、ドリブルで仕掛けて取られたんだったら取り返す。チームっていうのは見えない輪みたいなのがね、繋がって本当に大きな力を生むっていうのを何度も見てきたし、見えるプレーだけじゃなくてそれ以外のところも精一杯頑張ってほしいっていうのもありますし、声一つにしてもウィナーズがね、何のためにできたっていうのは意識しながらしっかりね練習やっていきましょう。お願いします。はい、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 はい。楽しくやっていいけど守備だけは意識してね。12。
ナイスディフェンス、ナイスディフェンス。練習始まりましたけど、はい、どうですか。まあ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 、最初にね、楽しそうにやってるんで、まずはやっぱ楽しくないと良くないので、まあ、でもちょっと、ね、指摘しないといけないところは多々あるので、まあ、これからちょっと強度をどんどん上げていって、その強度の中でどう判断できるかっていうところをね、どんどん練習をメニューの中でやらしたいので、まだ楽しそうにやってるんで、はい、これからですね、本当にまだポジション適定とかもあるので、まあ、そこも含めて、まあ、ちょっとどういう、まずボール技術があるのかとか、その特徴をちょっとつかみながらって感じですね。はい、季節ね、やっぱり。でも楽しいです、めっちゃ。まだちょっと上げていきます、上げていきます、まだいきます。意外ときついですね、久々にこんなガチでやってるんで。ただ那須さんとできるのはすごい、自分的にもプロ目指してたんで、すごい嬉しいですね。楽しい、楽しい、マジ楽しい。やっぱしかも声出せる選手も多いから、やっぱいいチームになる気がする。ちょっと今マジついていけるように精一杯です。本当になんかレベル高い感じなんで、ちょっとこれは家帰っても頑張らないと思ってます今。ギリギリ今なんとかこうやってなってる状態です。頑張ります。これぶつかるかもしんないけど、実戦であるからね、周りとぶつかんないようにも聞くべきだよ。あ、来た、見せた、ちょっと待った。オッケー、あー、なんでスーパーオッケー、ジャンプ3回。気持ちいいな、ムーさん気持ちいい、気持ちいいね、気持ちいいな。余裕だったら顔上げてよ、ぶつかんないようにだよ。 OK、 まだ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 、あとちょいだ、あと少し、あと少し、あっ、うっそ、やばい、やばい、こっからだからね、こっから。いや、めっちゃ強度あっていいっすね、うん、全然ベストもないんで元気っすね。これもまだアップ、これ以上どうなるの。想像以上にきついっす。まあでもいいっすね、こうやってみんなで一つのものに向かっていくっていうのは非常にやりがあります。この汗したきあのダッシュやったら泳ぎます。そうやね、最年長のサッカーきついね、言ってました。きついって書いて楽しいって。じゃあルールだけ説明します。 4-4 に分かれてください。はい、4-4、はい、これ勝負ね、勝負、しゃあ勝負で、1位ったら1人どっちも出てくる、どっちも、そうで、2位ったら2枚ね、で3っていう最大4まであるから、点取っていこう、はい、じゃあ無視点でいこう、無視点で勝負ね、勝負、いくよ、1、 OK、 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 OK、
もうすぐだね。2つ終えての感想というか、はい、いや、思ってる以上個のスキルとか思ってる以上になんかドリブルでキレある選手とかいるし、まあ、わざとその乳酸貯めさせたのはその乳酸貯めて判断力が鈍った中でどういうアクションができるか、これがもう試合でかなり効いてくるので、でも思ってる以上に、うん、積極的にやってくれてるんで、それはいいですね。しかもこうやってなんかレストの時に言葉数がすごい多くなってるんですよ。こういうコミュニケーションをやっぱみんながね積極的に取れるっていうのがチームの見えないこの輪っていうところにつながってくるので、このきつい中を共感し合ってこう何かこうチーム力じゃないですけど上げていくっていうのは非常に、まあ、まとまりがあるじゃないですかとは思いますけど、ね、まあ、まだまだあの最後の練習が残ってるんで、その中でどんだけ質を見せてくれるかっていうのを楽しみにしたいです。あれ雰囲気はめっちゃいいんじゃないですか、全体的にやっぱり足りない部分を補うっていう姿勢があったので、まあ、あとは自分の足もちょっと引っ張れる動きで声出しています。てか、シュントークかした久しぶりだ、引退してぶりじゃん。5-5 なんだけど、ただのゲームじゃないから5人組でやっぱ守備の形とかを形成したいから、まあ、後ろ、まあ、できれば後ろ、あとその攻撃が関係ねえじゃなくて、まあ、攻撃も前からやっぱプレッシングとか、まあ、後ろはそれ調整しないといけないんだけど、どっちもその俺が動いたからじゃなくて本当にいい選手っていうのは勝手に出てくるから見えちゃうから、出し手と受け手の関係っていうのをしっかりやるっていうのと、チームとして戦うっていう、だからただ単にゲームやりますじゃなくてしっかり意図持ってやりましょう。はい、OK、 はい、よし、集中しよう、集中しよう、はい、どうぞ、確かにね、確かにね、 OK、 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 あれ、マジで、そのままマジで、マジで、コンキーパーやってたら、いいわ、全員プレッシャーかけて。 Go! We are Go! Go! We are Go!
しいね。オッケー、お疲れさんでした。お疲れさんでした。まあ、今日の練習はデュエルの部分と、あと積極的に仕掛けてもらう、あと声を出すとか、基本的なことだけど、でもチームで戦う上で本当にみんなに分かってほしいのは、1対1で、まあ、それぞれの各々の戦いってあるんだけど、それ以上にその本人が頑張ることによってチームにね、あの与える影響ってすごい大きいから、低い中で何ができるかだな。結局サッカーってそうだから、だから90分間あって結局1分でもやられたらもう意味ないしさ、そんな世界だから、紙一重の世界だから、でもここで何かを残せるか、何ができるか、ここで質を高められるか、きついシチュエーションがたくさんあるから、今日みんなが前向きにやってたのは非常にチームとしてまとまりもあったし、最後のね、走りにこう声かけながらって、あれがチームだから、人生ウィナーズっていうところがね、こう進む上で一番軸となる、これらはみんなチームのために勝つためにやるんだっていうのをちょっとこの練習の中で織り込ませてもらったんです。これがスタンダードだから、これが普通だから、これで満足したらダメだ、全然まだまだだし、これがスタンダードにしないといけない、選手じゃないとレベルアップはしない、でそこだけはもう勘違いしない。まあみんなのね、本気度は伝わりました。あの監督就任させてもらった新生ビアナ、まあ僕があの本当にみんなの指導をね、指揮できることをすごくあの誇りに思う、そのくらいやってくれた。これからね、練習試合を組もうと思います。はい、なので、あの本当に練習試合、試合、練習試合で、試合で、試合する試合か、はい、みんなにですね、宿題、基礎体力っていう理由で、まあ、30分でもいいから走ってほしい。できるんだったらちょっとインターバル入れてほしい、4本ぐらい。もう一つ、もう一つはできればボールをね、こう触ってほしいから、もちろん企画でやってる選手もいるかもしれないけど、基本的にそのキックっていうところ、キックのフィードね、うん、フィードっていうのはやっぱりやってほしいので、まあ、誰か捕まえられたらそれでいいんだけど、もう本当、本当基礎的な体力とそのパスっていうところ、止める蹴るがめちゃくちゃ大事だから。それでですね、このeフットボールチャンネルなんですけど、まあそのウィニングイレブンだってサッカーを広めようっていうね、意図でやってると思うんですけど、まあウィニングイレブンのトレーニングで、簡単に言ったらそうで、みんなには意識してほしい。そのまずそのもちろんさ、ゲームやってたらさ、もう没頭するし、ウィニングイレブンやることでその俯瞰して見てほしい。中村健吾さんもそれトレーニング入れてるから、見るだけだったら、まあ、試合見ればいいじゃんと思うかもしれないけど、でも操作性の中で自分がパス&ゴーでもイメージしてやらないといけない、だからそれは俯瞰してみないとなって全体的に無理だし、それで操作する中で、操作性の中でみんながスキルを磨くじゃないけど、そのイメージ力っていうのを膨らませるし、うん、だからそこ のウィートレっていう部分もみんなにはちょっとやってもらいたいので、一番は勝つってことですね。だからそこの気持ちだけはしっかりと強く持って、そうすれば間違いなくその自分の持ってるもの以上が発揮できる、だからその目的を忘れて新生ビナーズまとまっていきましょう。はい、では皆さん、次回もまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。よろしくお願いします。お疲れ様で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 す。もう本当にみんなが想像以上に上手いし、動けてちょっと焦りが出てるっていうのはちょっと正直なところですね。みんな思った以上に体が動くっていうのと、まあ練習の強度も話通り高くて、本当に上を目指すんだったらやっぱりきついことをやらないとダメだと思いますし、こういうきついことをやる中に楽しさだったりそういうのを見つけれたんで、昔を思い出したような感じで、すごい楽しくいいトレーニングできたかなと思います。正直一応 YouTuber だからなんだかテンションでなんとかなるかなって思ったんですけど、本当にガチで、しかもそれについていけない自分も悔しくて、なんか過去の栄光に結構すがってたんですけど、ここまで自分が落ちぶれたっていうのも悔しいし、みんなしっかりと動けてたし、本当にきつかったです。さっき倒れそうになりました。でもなんかみんなチームの人がいい人なんで、絶対期待に応えたいなっていうのはあります。また本当に改めてやりたいなっていう心から思いました。そうやって日本代表の人とかガチガチのプロの人に襲われる環境って引退してからなかったので、すごいなんかまたサッカー上手くなりそうだなっていうのは楽しみにしてます。はい、
めっちゃ楽しかったですね。なんかあのチームでまとまってこうやって練習できるっていうのはあの社会人とかになったらあんまないんで、それでなんかみんなで声かけができるっていうのは新生ウィナーズの醍醐味なんじゃないかなと思ってます。ウンパルンパもう体倒れてても足出してて、普段はインフルエンサーとかTikTokerだけど、でもピッチに立ったら一人のプレイヤーとして変わってるんだ。それはみんな共通してたんで、歩夢さんですね。やっぱりもうちょっと別格だなと思いましたね。はい、こっからもうかなり強くなる可能性があるかなっていう風に思いました。歩夢くんはあの人が持ったら何かが起こるっていうのは分かるんですよ。その僕からも思われるって本当にすごいなって思って、もうみんなはもうやばいって言ってるんですけど、もう本当にやばさを感じましたね。やっぱリズムなんかまだまだやっぱり動けるなっていうのはあるんで、僕もちょっとトレーニングしないとなっていうのを感じました今日。話題性もありつつガチなこうチームにできたら面白いなっていうふうには思ってます。せっかくの機会なんで、はい、みんなで練習してみてください。はい、今からみんなのメンバーにちょっと LINE をしたいと思います。とんでもない LINE が那須さんから届きました。やばいっすね。やばいよ、那須さんのビッグサプライズすぎてやばいっすね。さすがにガチっすか。まあでもやるしかないもんな。青森山田高校サッカー部に決まりました。なんすか、青森山田よ、ねね、山田よだって。予想外すぎてやばいコナミ